平野仕様のインスタフォロワー数が驚異的な数に、CM 復活の兆しは、キングピンス、キンプリの元メンバー平野仕様26の勢いが止まらない。7日にジャニーズ事務所元副社長滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、とべ、への合流を発表してから、平野は完全に同事務所に流れを持ってきた。 このニュースは情報番組でも頻繁に取り上げられ、社会現象とも言えるほどの注目を浴びている。ジャニーズ事務所に遠慮して報じないところもあるが、平野の勢いは非常に大きい。平野の人気の高さは、彼が合流発表日に解説したインスタグラムのフォロワー数からも明らかだ。 わずか3日間でフォロワー数が290万人を突破し、すでに金プリのインスタグラムフォロワー数、約234万人を超えている、10日現在。面白いことに、平野のフォロワーの中には、かつて彼が CM に出演していた企業の公式インスタグラムも含まれているそうだ。これらの企業の公式アカウントは、平野の CM、 活を期待するる声に応えるかもしれない一般的に企業はタレント個人と契約するのではなく、所属事務所と契約を結ぶことが多い。従って所属契約が解除されれば CM 契約も終了するが、ジャニーズを退除した場合でも CM 契約が成立することは十分にあり得る。 退場した山下智久や元スマップへの草薙剛、香取慎吾なども、退場後に CM 出演を果たしている。もちろん、企業とジャニーズ事務所との関係による部分もあるが、平野の勢いや存在感があれば、CM のオファーが舞い込んでも不思議ではないだろう。平野はジャニーズ事務所を退場してからわずか1ヶ月半ばだが、今後の展開が非常に注目される。 トベとの新たな契約によって、平野はより自由な活動が可能になるだろう。ジャニーズ事務所の束縛から解放され、個人の魅力を最大限に発揮できる環境が提供されることで、彼の芸能界での地位をさらに高めることが期待される。平野のファンや金プリのファンにとっても、この新たな展開は喜ばしいものだろう。 彼らは平野の新たな活動に期待し応援している。また、CM 業界においても平野の人気や注目度は高い。彼は若くして数々の CM に出演し、その華やかなルックスと個性的な魅力で多くの人々を魅了してきた。そのため、CM 制作会社や広告主も彼の復活に興味を持ち、新たなビジネスチャンスと捉えるかもしれない。 平野の復活に関する具体的な動き新たな CM 出演の発表は今後の展開次第となるが、すでに彼のファンや関係者からは大きな期待と支持が寄せられている。平野仕様は若干26歳でありながら、その才能や魅力によって多くの人々に愛されてきた。彼の新たなスタートに対する期待は高まる一方であり、 彼自身もそれに応えるべく精力的な活動を続けることでしょう。ファンや業界関係者、そして彼自身が待ち望む平野耀の復活、その実現を心から願いつつ、今後の彼の活躍に期待したい。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。